皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士のぬのめです。今日はビタミン D と筋トレの関係についてお話をしていきたいと思います。ビタミン D はですね、骨の成長にすごく重要な栄養素になってきますので、まあ、しっかりと取れていないことによって骨がちょっと柔らかくなってしまうということが起こってくるので、もちろん筋トレをするときにはしっかりとした骨というのが必要になりますので、まあ、そもそもね、生活すること自体がままならなくなってしまいますので、まあ、一つはあの骨、しっかりとした、丈夫な骨が、作られなくなってしまうことで筋トレがしづらくなってしまうというメリット、そしてもう一つなんですけれども、最近ではそのビタミンD というのが骨だけではなくて筋量ですとか、あとは筋損傷にも有効だという研究結果というのが出てきています。ですので、しっかりとビタミン D を取っておくことによって、まあ、筋肉量の維持であったり筋量の増加、または傷んだ筋肉の修復というところにも関係してくるということがどんどん分かってきておりますので、ぜひビタミン D をしっかり取っていただいて筋力トレーニングの効果というのを高くしていただければと思います。その他にスポーツの関連でいきますと、実はビタミン D というのは皮膚にあるコレステロールの一部が紫外線に当たることで合成されることも分かっています。ですのでインドアスポーツの方というのは室内で行うため紫外線に当たる機会が少ないということで、通常の方よりもビタミン D が体内で不足しがちという研究報告もありますので、そういったものに該当する方は積極的にビタミン D が不足しないように食べていただければと思います。1日に必要な量としては栄養素と表示基準値でいきますと 5.5 マイクログラムになります。それに対して日本人の平均摂取量ですね、国民健康栄養調査の結果では 7.2 マイクログラム摂取ができています。まあ、こちら20歳以上の方の数字になります。体温上限量ですね、これ以上多く取ると疾病のリスクがあるのでこれぐらいの量までにしましょうという量なんですけれども、18歳以上の男女で100マイクログラムとなっています。ビタミン D が多く含まれる主な食材なんですけれども、魚ですとか魚卵ですね、そういったものに多く含まれる栄養素になっています。と一部キノコ類ですね、でまた野菜やお米などの穀物には入っていない栄養素です。でお肉にも入っているんですけれども、含有量は微量となっておりますので、主な摂取源はお魚または魚卵と一部キノコ類ですね、になってきます。具体的に言いますと鮭一切れで、約 80g に 25.6 マイクログラム、イワシの丸干しですね、こちら2尾で約 50g ですね、この中に25マイクログラム含有、サンマ1尾約 100g の中に15マイクログラム、そしてイクラ 20g の中に 8.8 マイクログラム、キノコ類ですね、舞茸の油炒めになりますと 30g で 2.3 マイクログラム、そして乾燥キクラゲ2枚約 2g、 こちらには 1.7 マイクログラム、そして干し椎茸2個約 6g の中に 0.8 マイクログラム入っています。キノコなんですけれども、まあ、主にこの乾燥キクラゲ、干し椎茸といった日光に当てて作るキノコですね、そういったキノコには多く含まれています。ビタミン D なんですけれども、不足した場合にはどういったことが起きてくるかと言いますと、骨の成長に関わる栄養素になってきますので、例えば乳幼児ですとくる病という骨が柔らかい状態で成長してしまう、そういった病気ですとか、成人ですと骨軟化症といった、まあ、同じくこれも骨が柔らかくなってしまう病気ですね、そういった症状っていうのが起こりやすくなります。で逆に過剰摂取の場合ですね、摂りすぎてしまった時に起こる症状としては倦怠感ですとか、嘔吐、食欲不振、そして場合によっては腎不全を起こすリスクがあります。ビタミン D を効率よく摂る食事の方法をご紹介します。
ビタミン D はですね、脂溶性のビタミンになりますので、油と一緒に摂ると吸収率が上がります。ですので魚類ですね、あとはキノコといったものを油と一緒に摂る、油炒めとかそういった調理方法で摂っていただくと吸収率が上がりますので、ぜひお試しいただければと思います。それでは今日は筋トレとビタミン D についてのお話をさせていただきました。では次回の動画でまた会いましょう。さよなら。